はい、どうも、こみです。さて、本日はこちらの DS さんからですね、またお届けしたいというふうに思うんですけども、本日の、紹介っていうのも、タウンホール11、12のアタック店を中心に見ていきたいというふうに思います。でですね、本日取り上げたいのは、ディガホグーですね。なんていうか、タウンホール13やってる方は結構、もうこれまで使い込んできたと思うんですけども、これ当然11、12でもめちゃくちゃ強いんですね。で、まあ、いろんな動画を見ていると、配信者の方って、まあ、自分も含めてそうなんですけど、変わり映えがしない動画を繰り返し出すのもなぁというふうに思って、まあ、いろんな、攻めのパターンっていうのをこう上げるんですね。なんですが、実際のところ、結構、その全開率が高いアタックっていうのは、結構これディガホグから生まれてるんですね。っていうのもあるので、まあ、本日のこのディガホグっていうのは、ぜひですね、身につけて使ってもらえたらいいなと思う戦術の、もう筆頭に上がるやつですね。合計4本、12で2本、11、2本という形でね、取っていきたいというふうに思っていて、ぜひご覧いただければなと思います。まずは、こちらですね。これはニャロメさんかな、ニャロディさんっていう名前でやってらっしゃる12のアカウントですね。で、このアタック、ちょっと狭める前に簡単にプランニングを話しますね。プランニングを話した上で、攻めの各ポイントを見ていたと思うんですが、ここ、V ヒーで潰していきます。で、ディガーとホグライダー、あ、間違えた。何やってんだ、僕。ですね、これ、ディガーとホグライダーですね。これを、こんな感じでこう流していくっていうプランニングになってますね。ここはみんなクイーンが、こう、処理してくれます。で、最初序盤ですね、うまかったですね。ここのところ、イエティでカットしたのが分かったかと思うんですけども、これタウンホール12だからできる技なんですね。イエティって12じゃないと使えないんですけども、援軍を除いては。なんですけども、イエティのいいところって、まあ、18枠っていう、まあ、ちょっと重めの枠数ではあるものの、確定で防衛施設をこう壊してくれるっていう、まあ、そういう形のカットができるユニットなんで、ここにこう出してあげることによって、この奥側のね、防衛とかこういうところに対して、そのミニエティがポンポンポンとダメージを与えて破壊してくれるんですよね。で、そうすることによって、壁の、1層目、2層目と、施設があった場合でも、この2層目の方まで壊してくれるっていう、そういうね、美味しい効果があるので、これサイドカットに使う場合っていうのは、ぜひぜひですね、イエティ候補に、するといいかなと思います。で、そのカットができればこんな風に、まあ、着衣が壁の中に入りやすくなるんですけども、これもすごいですね。クロスボウ2本からダメージを受けながら、もうレイジでガンガン耐えてるっていう。すごい。ここに入れていくっていう、さすがですね。プランニングの、このなんていうかな、攻めのプランニングという感じですね。で、バーバリアン金と投下弊社で、この外側ですね、ここのところをこう削っていきます。これすごく重要で、ババキンと投下弊社をこうね、壁の外側に置けるかどうかっていうのはディガホグで、プランを立てるときにすごく、ポイントになるところです。で、これが、金を別のところで使わなきゃいけないとか、突破管を使わなきゃいけない、まあ、突撃管ですね、使わなきゃいけないっていうようなことがあると、まあ、それはそれで別にダメではないんですけども、自分はこれディガホグの、持てるアドバンテージを最大限に発揮できるパターンにはならないのかなと思っていて、できることなら、今みたいにこうですね、キングと投下弊社、ここ、外側にこう当てることによって、ディガーとホグライダーが、こう、攻めていくじゃないですか。で、ワンテンポ遅れて、これ、この投下弊社から来たホグライダーもそこに、合流していく、この、波状攻撃ですよね。これが決まるかどうかで、だいぶですね、このアタックの強みっていうのが変わってくるのかなというふうに思います。これは、本当見事ですね、食い火で完璧なアドバンテージを取れる、ルートを見極めて、そこを、的確に突きながら、投下弊社を使ったプランに持ち込むというね、全体のプランニング、本当にお見事だったなというふうに思います。うまいんですよね、本当 DS さんみんな。もうね、最近自分のアタックが不甲斐なくてですね、ちょっと涙が出そうなんですけど、まあちょっとそれは置いといてですね。はいはい、次行きましょう。もう一本タウンホール12です。で、ここで見てもらいたいのは、やっぱりこれイエティですね。イエティ使ったカット。このイエティを使うことによって、ここまでカットできるんですね。こいつらまで見れると。わかりますかね、これミニイエティが、ぴょんぴょんぴょんとこう出ていってですね。はい。ここで今ミニイエティが出てくるんですけども、こうされた瞬間のミニイエティが、こっちの迫撃砲をこう壊すっていうね、こういう、より奥側の施設までこう、
削っていける、ここですね、この削り、これがユニットをさらさないポイントですね。完全にもう、こっちが出てくる、今からババキが出てくるんですけども、それはもう完全にこう外を投げれるってのも分かりますよね。そういうところですよね。あれ、ババキンじゃなかったかな、投下弊社かな。ババキンもしかしたらこっちに使うかもしれない。ちょっと忘れちゃいました。ごめんなさい。で、もう一個注目してほしいのは、このタウンホールのケアです。ここがね、かなり、これ、モエリンさん、テクニックを使っていて、このスーパーオールブレーカーも見事ですね。この隙間が空いている壁っていうのが、おっと、すいません。これ、隙間が空いてるんで、この部分に、壁に穴は開けられないんですね。だけど、こっちだったら開けれるっていうことで、そこに向けてスーパーボールベーカー出してきましたね。東海エージャーババイランキング、やっぱりそうですね、3時側から出していって、これもさっきの1本目と同じ形を作ってるんですが、これタウンホールにまずディガーを1体投げて、でここのスケートアを釣ってるんですね。釣ってこれを圧着位で処理させている間にディガー本体だけを出してホグライダーをワンテンポ遅らせます。これね、どういうことかっていうと、今グランドウォーデンがトームを使ってないというところに注目してもらいたいんですね。要するに、まずスケートントラップがあると、ディガーが、タウンホールを起動したときスケートラに捕まっちゃうと結構ダメージをがっつり食らっちゃうんですね。ディガーとスケートラってめちゃくちゃ相性が悪いんで、スケートラの方がまあ相性というか、その優位に働くんですね。ディガーホグとか、まあ、ディガーラッシュを使う場合ってなんですけども、こう釣ってしまってアチャクで処理する。で、その処理をしている間にディガーだけを出した意味っていうのは、ディガーってタウンホールが壊れた後のこの爆破ダメージっていうのがあるんですね。タウンホール12になってくると。この爆破ダメージをディガー潜って回避できちゃうんですよね。そこにスケルトントラップとかがなければ。スケトラがだからあっちゃうと嫌なんですよ、やっぱり。なければ潜って回避できちゃうんで、そこでグランドウォーデンのエターナルドーム使わされずに済むということで、このアタックね、ちょっと、もう一回そこすごく重要なポイントなんで見ていきたいと思うんですけども、タウンホールを、通り過ぎたこのエアスイーパー、まあ、アーチャークイーン、この辺りで、トームを使っていくんですね。ここが本当にお見事だったなっていう気がします。あとは、まあ、この投下弊社とかですね、バーバリアンキングを出すタイミングっていうのも、結構これがまた重要で、早すぎても遅すぎてもいけない、ところですね。これはちょっと、肌感覚で掴んでもらうしかないかなと思います。あんまりですね、これ、ルールを作りにくいというか、のがありますね。何度も攻めてるとそのうち、あ、この辺かなっていうのがわかるんですけど。ディガーが出ていきますよね。で、ディガーがこんな形でギガインフェルノを壊して、ギガテスラか壊して、はい、ホグと合流していくんですけど、まだトーム使わないんですよね。で、この大量のディガーとホグライダーにしっかりヒールをかけて、もうこの時点でやばしですね。これは。で、エタナルトーム温存できていたので、ここのど真ん中に入ってきて、このマルチインフェルノとバーバリアンキングで当たるところで、ここでトームを使うんですね。こうすることによってクロスボウ2機プラス、グランドウォーデンの像、マルチインフェルノ、バーバリアンキング、この辺の、タウンホール12における、まあ、単体プラスマルチの高火力対集中ゾーンをきっちりトームで回避していくっていうことができてるんで、結構ね、バネトラでだいぶホグとディガンが飛ばされてるんですけども、防衛施設でやられてるユニットが少ないので、この残り方ですね、えげつない圧勝という感じですね。見事でした。さあ、ここからはタウンホール11位って言いましょう。少しですね、配置の特徴が変わってくるんですけども、まあ、それもですね、交えながら、考察ちょっと考えていけたらなと思います。ディガーホグですね。ディガー多めに、するのがタウンホール11だとよくあるパターンですね。ホグライダーを自分もですね、多めに、するケースっていうのもあるんですけども、あるというか、まあ、やってみたんですけども、やっぱディガー多めのが安定するんですね。ディガーの性能がタウンホール11では若干いいのかな、それなのか、ちょっと自分もそこのね、考察がよく分かってないんですけども、ホグライダーがばらけちゃうからなのかな。ただまあ、やるべきことっていうのはやっぱりタウンホール12と同じで、まあ、ディガホグを使うときに一番、なんだ、気にしなきゃいけないのが相手の防衛援軍ですね。で、タウンホール12の場合には、ギガテスラも当然ながらケアしてからできればディガホグを流し込みたい。今回の2本のアタックは両方ともギガテスラが残っている状態でディガホグ流し込みましたけども、防衛援軍だけはしっかりと圧着位で処理をしていきたいですね。こんな形で、
防衛軍の処理がしっかりとアーチャークイーンでできたというところを見極めてからの、ディガホグスタートですね。ここの部分っていうのをガツンとこうアーチャークイーンで削ってガーンとこうディガホグライダーを流していくという感じですね。でこれも同じです。投下兵士をやっぱりちゃんと、外の外周部にこう歩かせるような、プランニングになってますね。これが非常にお見事で、で、相手のバーバリアンキング、ちょっとディガーが若干捕まりますが、これもしっかりと突破でしていってからの、このイーグル砲ですね。ここに満を持してホグ4体を出していくっていう、だからまあディガー砲というよりも、まあ、ディガーラッシュに近いような形なんですけども、これ10日弊社から出てくるあの援軍っていうのがホグライダーです。でこのレベルマックスのホグライダーとディガーがこの中盤以降めちゃくちゃ伸びるんですね。あのこれはもうタウンホール12も13も基本的には変わらないというか、アーチャークイーンはひたすらもう上の方向で、頑張ってますね。まだクローク残してるんでこちらは安心でしょうというところで、もうディガーホグパートに集中していくんですが、中央部突破したディガーとホグライダーかなりまだ数が残っていて、アーチャークイーンも食い火の状態で生き残っているので、こうなったらもう止める施設がないですね。あとはもうディガーの大量の数の力で押し切っていくということで、まあ、綺麗な展開になっているんですね。今回のねプランってちょっと難しいかなと思うんです。あの自分的にはここのやっぱね壁からクイーンがこう入っていくルートっていうのは、まあなかなか読めないというか、多分ここまでは読めると思うんですね。こういうルートは歩くかなみたいなのはまあわかると思うんですけどね。あのそれをプラスして、ここのやっぱりなんていうかな、ホグライダーで相手のイーグルを潰すっていうアイデアで、あとこういうそれをするからにはもう、なんだこういう風にめちゃくちゃ狭いルートをディガーが歩いていくような形になるんですけども、こっちですね、ディガーさんがマイナー、ディガーって英語でマイナーっていうらしいんですけどね、あのが歩いていくらしいんですけども、あれなんか混乱してる、歩いていくんですけども、こういう細い、あまりにもここまで細いルートを作って歩かせるっていうプランは、ちょっとかなり上級的なディガホグの見方なのかなっていう気がします。はい、というところでですね、では最後のアタック見ていきましょう。やっぱりですね、今回のこのジョン・ドエさんかなのアタックも、まあ、これまで同様3層構造を維持するんですね。そのクイーン、キング投下兵舎、その中央に挟まれたディガーとホグライダー部隊というこの3層ですね。で今回の攻める村っていうのはもうタウンホール11 の、 あの対戦ガチ勢の中ではもう本当によく見る、こういう中央部にイーグル砲が、孤立した配置ですね。まあ、これの特徴っていうのは、イーグル砲をなかなか最後まで壊させないことによって、タウンホール11の、まあ、当然防衛の要になりますんでね、こいつからのダメージを延々と、この外周ぐるぐる回ってるユニットたちにぶつけてやろうという意図があるんですが、ディガホグの、まあ、特徴の一つとしてアーチャークイーンのルートっていうのをディガホグでこう無理やり変えるっていうことができるんですね。で今回の場合っていうのは、ここに関してアーチャークイーンがこう、アーチャークイーンのルートがこう入っていきます。で、ディガーとホグライダーがこっちで、キングと兵舎がこの外側をこう走るっていう、まあ、こういう3層構造になっていくんですけども、これ多分ですね、完全にこのクラン城からの援軍っていうのも本当は、釣って処理するためにアーチャークイーン、3時方面に流したかったはずなんですが、このクラン城方面ですね、これ完全に事故りましたね事故ってしまったと思うんですけども、逆走してもちゃんとそこから修正ができるのがやっぱりディガホグ使い慣れてらっしゃるなと感じるところで、これディガホグライダーがこれ、9時方面のこの辺の施設を全部こう壊してくれているので、アーチャークイーンこっちに行くってことはまずないんですね。必ずこう壁を殴って中に入っていくしかもうなくなっているような状態を無理やり作ってしまって、で中心部のこのイーグル砲をやちゃくいで処理していきます。まあ、これもしかしたらなんだギガホグをここにぶつけるっていう方法を、当初は考えてたのかもしれないですけどね、結果的にはアーチャークイーンがここに入り込んで中心部から周りを全部射抜いてくれるという、まあ、逆に良かったんじゃないのかなっていう感じですね。こうやって見てしまうとっていうぐらいのナイスリカバリーになっているんですが、このディガホグやっぱり使う上でこのなんていうんですかね、3層のこうその、3層の形っていうのをどんな場面でも作れるようにこのリカバリーができるかどうかって本当に安定性を担保する上で重要かなと思っていて、今回のこのジョーン・ドイさんもめちゃくちゃそこが判断早かったですよね。
キング10日閉鎖ディガホグってパッパッパッと出していって、まあ、それができたのでもう今回に関してはおそらくプラン通りじゃなかったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そんなことを全く感じさせない、このペッカキングの体力の余り方、ディガホ軍もまあ数は減っているのもしっかり最後まで仕事をして、ヒーラーも生き残っているということですね。もう3ヒーローが全部生き残っているっていうのは、凄まじいなというまあ感じなんですけども、ナイスなアタックになってたんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでですね、ギガホグ本日、紹介をさせていただきました。基本的に11で使う場合には、どうなんでしょうね、もうギガメインで、ホグライダーは援軍の10日弊社から出てくるホグライダーが主役になるぐらいの割合でいいのかなと思います。今回のこのジョン・ドエさんのアタックっていうのも、全部ギガなんですよね、持ってってる手持ちのユニットは。で、10日弊社からの援軍が、レベルマックスのホグライダー。こいつがめちゃくちゃ強いので、それを10日弊社から放ってディガホグの形を中盤終盤にかけて作っていくっていうのが11では基本なのかなと。で、12になってくると今度はやっぱりディガとホグライダーを混ぜるっていう形も、ね、よく見えてくるんですけども、やっぱり同じですね。10日弊社の中にレベルマックスのホグライダーを入れておいて、そいつで、後半にかけての伸びを期待させるっていう、まあ、そんな形の、クイーン、ディガホグ、キング10日弊社、この、それぞれの3部隊をしっかりと、並行して歩かせることによって今のような、形を作っていくことが重要になってくるというのが、まあ、本日のお話でございました。はい、というところでですね、本日の動画これで終わりにしたいと思いますが、もしこれ参考になりましたよということであれば、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。またですね、タウンホール11、12、そして13、まあ、いろんな幅のね、あるアタックっていうのを、私のチャンネル上げていきたいと思いますので、これからも、ぜひご視聴いただけたら嬉しいなというふうに思います。というところで、本日の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。